自然環境の再生が進む日の出町の処分場跡地では先月誕生したフクロウのヒナがすくすくと成長して巣の外へと羽ばたいて行きました日の出町の八戸沢処分場跡地で先月2日に誕生したフクロウのヒナはこの1ヶ月で体長20センチほどまで大きくなりました巣箱の中で何度も羽を広げ飛ぶ練習をしますが ごつんと頭をぶつけてしまいましたそれでも諦めずに何度も練習を続けますその後も時折巣箱から顔を出し外を覗き込みますがなかなか飛び立つ決心がつきませんおとといの午前5時ごろようやく決心がついたのかなんとか羽ばたきましたが残念 枝をつかみ損ね木の下まで落ちてしまいました。しかしその数分後、ヒナは無事に別の木を登り、森の奥に向かっていきました。巣立ちは成功です。フクロウのヒナは今後2ヶ月から3ヶ月は親と一緒に行動し、狩りを覚えると独り立ちして外の森へ旅立っていくということです。ヒナを見守ってきた担当者は、 無事に大きく成長してこの森に戻ってきてほしいと期待しています。